魂聖大名神は、岐阜県羽間郡笠松町にある神社である。御神体は、断世期の陰形を形取ったものである。毎月第2日曜日に月並み祭り。毎年11月3日は、例大祭で、祭典、神事、役払いなど多彩な行事が行われる。境内には、へそ塚が祀られている。境内にある、へそ塚創建時期は、江戸時代中期と言われている。 元々ある美濃軍隊が娘の縁談がないのを心配して近精神の信仰がある道の区国から弾痕の形をした石を取り寄せたという。この石は笠松陣屋の傍らに祠を設けて祀ったという。1868年美濃国の旧幕寮を旗本寮に笠松県が置かれ、県庁舎が笠松陣屋に置かれる。その後、 1871年、廃藩地県により美濃国が岐阜県となると岐阜県庁舎として使用される。この際も魂聖大明神はそのまま祀られていた。その後、笠松神谷の建物を笠松学校に使用することとなり、教育上、ふさわしくないという理由で、魂聖大明神の祠は取り壊され、ご身体は地中に埋められてしまう。しかし、 このご神体を埋めた人物は、ほどなく病死してしまう。このことから、ご神体のたたりという噂が流れたという。明治5年頃、この噂を聞いた工夫が、そんなの迷信だと、そのご神体を地中から放り出し、赤色の染料をかけてしまう。すると、工夫は病に伏せてしまう。たたりに違いないと考え、ご神体についた赤い染料を取り除こうとしたが、 取れなかったという。そこで石膏に頼み、染料の部分を削り取ってもらうが、ほどなくして、工夫と石膏は病死したという。これらの出来事から霊源新たかなとの噂が、下流界に広まり、やがて全国に広まったという。現在の場所に移転した時期は不明だが、鳥居の混流時期や、当時の資料より、大正時代後期昭和5年頃と推測される。 かつては降雨を祈願する際、ふんどしを女性に着用させてからご身体の断コに、負けば必ず雨が降ると言われていた。魂聖大名人のある奈良津邸は、桜の名所であり、日が美の桜33線に指定されている。境内にある、へそ塚は、神社と同様に、笠松神社の片隅にあったものが、この地に再建されたもので、安山、赤子の成長を願い、 へそのを収めている。ありがとうございます。